ライフハックライブショー第228回はちょっと趣向を変えまして、ネットウォッチャーの大常さん、ブログ見たいもんの石谷さんをお迎えしまして、1時間丸ごと、ゼルダ、任天堂スイッチからリリースされました、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドについてお話ししています。予告ではね、獣フレンズの話もするっていう予定だったんですけれども、ちょっと時間がなくなってしまいましたので、またの機会にしたいと思います。それではどうぞ。ライフハックライブショー第228回ということで、今週はちょっとあれですね、いつものニュースとか全部もう金繰り捨ててですね、1時間全部ゼルダにかけようかなと思いまして、今日2人ゲストにお越しいただいています。ブログ見たいもの石谷さんです。どうも。ハイラル時間どのぐらいですか？あ、見てないです。そういうの、もうあのホーム画面というかプロフィール画面から見れます。1ヶ月来ましたよね、1ヶ月の利用の。なんかプロフィール画面って任天堂なんたらクラブ、はい、あの左上の自分のアイコン。そう、うん、あれですね。はい、マイページか。うん、マイページ。僕ね、だいたい100時間ぐらい超えてるみたい。うん、で、もう一方が、大常さんです。こんばんは。こんばんは。はい。ちょっとこれ、スカイプ、あれですね。ちょっと左がなんか変なの見えちゃってるので、今、スタジオモードでこれを変えられないか、ちょっとやってみます。あれ？これどうなってるんだ？よろしくないな。うん。いや、ちょっと、まあ、手元にね、スイッチがない部分に気づいたので、ほいほい。ちょっと持ってきます。持ってきますか。はい。よ。ということでですね、今週はすべてゼルダの話にしようかなと思っているんですけれども、ちょっとその前に、このウィンドウのね、大きさを変えたい。大きさ、無理。これライブしながらこれやるの無理。でも、左側にね、なんかね、過去のチャットの履歴みたいなのが見えちゃってるから、これよろしくないんで大変。ちょっと画面を大きくして、かつタブが見えないようにちょっと調整します。はい、こんな感じでいいでしょう。許してくれ。どこを見るんでしたっけ？はい。あれです。iPhone の方のアプリの方で見ると、1ヶ月の積算とかが見えるんですけれども。あ、そっちに。はい。正方形になった。うん。正方形に、すいません。そう。あれですね。大人の皆さんは大体、これ時間を決めてやっておりますので、iPhone の方でですね、見守りスイッチ、あれのアプリを入れてですね、大体、良い大人の皆さんは、自分の、1日何時間までやっていいっていう時間を入れてですね、やっているわけなんですけれども、それでも、時間を超えてしまうと、そう、自分で自分を見守ってるんですけど、それを超えてしまうと、先ほどみたいな、ピリリって音が入ってくるんですよね。まだ1ヶ月超えてないですね。まだ1ヶ月超えてないですか？あ、それスイッチの、見守りスイッチを入れてからの時間かもしれないですね。うん、なので、皆さん1日何時間とかって設定してます？僕は一応1時間半にしてますけど。1時間半？結構ストイックに、はい、短めに。うん、ただ日によってはルールを3時間25分超えて遊びましたとか。うん、大瀬さん、1日分。大瀬さん自分になんかそういうの貸してます？モニター見守りスイッチは入れてるけど、はい、無制限にして。無制限。僕一応4時間で入れてるんですけれども。たまに超えますね。いや、4時間ぶっ通しでやってるんじゃなくてですね、日を超えてから2時間やって、日を超える前に2時間やると超えるんですよね。4時間、あ、今日はこの24時間で4時間やってたんだっていうふうに驚く日も結構あったりします。で、さすがにね、これ、ゼルダ出てきた当時は、なんか全然、なんだろう、一体な、何が起きてるのか、どんなゲームなのかって、すぐに言葉にすることできなくて、今もちょっとなかなか言葉にできていないんですけど、ようやく1ヶ月ぐらい経ってくると、だんだんウェブの方の記事も増えてきて、評価も増えてきて、まあ、そんな感じに
みんな表現するのねっていう記事がだんだん増えてきました。で、最初の頃はね、結構その、オープンワールドのゲームとしてのゼルダっていうのがすごい、評価が、こうなんか賛否両論みたいな感じで、なんだろう、オープンワールドとしてのゼルダをすごい評価してる人もいれば、こんなの昔あったじゃないかっていうふうに書いてる人もいて、なんかこう、2種類いたのが結構面白かったですよね。あれ、昔からやってる人の方がそういう、こういうゲーム昔からあったよっていうふうに言いがちなんですかね、大津さん。まあ、特に洋芸を好きな人は。特になんかすごくこれに似てるっていうのはあります？まあ、全体的には、いわゆるフォールアウトとか、あの手の、うん、あとベセスダのスカイリムとか、うん、オブリビオンとか、あっち系。シリーズ。まあ、特にスカイリムは雰囲気もファンタジーだし、うん、被ってるという意味ではね、オープンワールドで。まあ、あっち系をあんまりやり込んでなかった人が、今回ゼルダやり始めるとすごく自由度が高いっていう風に表現したんだけども、なんかこう、そうでもないじゃんという風に言ってる人もいて、なんかそこら辺のね、でもね、多分同じこと喋ってないと思うんですよ、この2社が。自由度って言葉で表現したときに、うん。多分、今までゼルダで表現できていなかった自由度についての語ってる人と、オープンワールドのゲーム一般の自由度について喋ってるので、多分同じ言葉で違う2つのことを喋ってるんじゃないのかなっていう風な気はしましたね。で、あれですね、今回に関しては結構記事もいろいろ出始めていて、あれだ。こちらが一番いいのかな。スクエニのウィサーさんと、ニンテンドーの青沼さんが、対談している。お、ウィンドウキャプチャーで画面が出てきてない。ちょっと待ってください。追加します。ニンテンドー青沼さんは 3D ゼルダの、まあ、ボスみたいな人ですよね。ですよね。うん、はい。ちょっとこの。3D ゼルダのボスが、いわゆる、宮本氏。宮本さんだとするならば。うん。ウィンドウキャプチャーで Chrome を追加してみましょう。大変だ。大変だ。あ、出てきた。よいしょ。こんな感じで。はい。で、これね、すごく面白かったのが、まあ、何箇所かでこういうインタビューとか、こういう、あれは明かしてるんですけれども、社員300人で1週間みんなで遊んだっていう話、これすごいですよね。なかなか。あ、で、みんなで、多分面白いと思うところが結構違うので、多分300人で全員でやることによって、ここでハマった、こういうところにが面白かったっていうふうに、多分みんなでフィードバックし合った結果、こういうふうな形に変わっていったんでしょうね。うん。でも、こういう開発の仕方って普通します？こういうのって。まあ、任天堂は、なんか、猿学長っていうテストプレイ専門の会社というか、まあ、組織みたいなのがあって、そこにデバッグ出して、まあ、どのゲーム開発会社のデバッグはそういうふうに出して、どこが詰まったとか、どこで止まったとかっていうのは出すんだけど、はい、うん、その前の段階、アルファ版とかの段階で、このゲーム性はおかしいみたいなのも含めても細かく出す部署っていうのはもう昔からあったの、うん。ゲーム性からツッコミを入れていくんですか？もうこれは、要はつまらないとか面白い、どうつまらないのかとか、どう面白いのかとかっていうレベルで上がって、やっぱこれはちょっと、うん、なんだろう、ヒントなさすぎなんじゃないかとかっていうレベルまで遡って、こう、設計を書いたりとか。っていう、ことはずっとやってたはずで。うん、だから、一つ、なんていうの、今回、ゼルダに直接関係ないんだけど、一応知っておかなきゃいけない話としては、ニンテンドーって そういう組織がちゃんとしてるんですよ。社内で。社内というか、そのスーパーマリオクラブと呼ばれてるものとか、いろいろあるんですよ。うん、だから、よく、ほら、その、ニンテンドーのゲームは面白い、さすがニンテンドーだって言うじゃないですか。はい。あれは嘘ではないんだけど、半分嘘を含んでいて、要はそういう組織で、つまらないとされたゲームは世に出てないんですよ。うん、中でね。そう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 。それが市場原理に委ねるとかっていうことをしないで、もう内部でこれはつまらないとされたものはもう、そもそも世に出てないわけです。うん、まあ、洋芸の世界では、ブリザードのゲームが同じことをやってて、うんうん。へぇ、要は、これは100万本以上売れないっていうゲームは、
完成、100% 以上完成してても、売らないっていう。すごい、うん。そういう会社があるんですよ、ね。へぇー。すごいですね、それね。今回はなんかその、インタビューでたま、時々出てくる言葉の中に、その、掛け算の遊びをやるっていう話が出てて、これ、この言葉ね、全然、未だに納得いかないんですよ。なんかその、最初に 2D ゲームで開発をしてて、このインタビューでも出てきましたけど、その、最初に 2D ゲームで開発をして、その、リンクの行動と、それと例えば木とか川とかそういったものの相互作用を 2D で表現して、こういうことをやると、こういう遊びができるねっていうの中でシミュレートして、じゃあそういう掛け算的なゲームエンジンを作ったら 3D でやったら楽しそうだっていうふうに言うんですけど、本当にそんな風にできるもんなのかなって、この掛け算っていう理屈が、なんだろうな。多分その掛け算っていうのは、昔からある任天堂のことだっていうと、その、いわゆる枯れた技術の水平思考っていう、言い方があるんですよ。うん、もう、亡くなられた方ですけど、その、要はゲームボーイを作った横井文平さんという、はい。なんか高い言われてることで、要するに、任天堂ほら、その、スイッチも実は、世の中のコンソールゲームからすると、決して最新技術は全然追ってないんですよ。うん、で、それは別に、その、スイッチで始まったことでも何でもなくて、任天堂って割と昔からそうなんですよ。うん、むしろその枯れ切った技術をこう組み合わせて横にこう展開していくことで今までと違うものを作っていくっていう。だそれで言うと今回は別に、確かメモリーに関しては PS3 レベル、うん、で、あとコンソール機能レベルで言うと今の PS4 とかには遠く及ばない、うん、で、だから使ってる物理エンジンもいわゆる最新式のものではないわけですよ、うんうんうん、じゃあ面白くないかっていうと別に面白いわけですよ。うん、だからそういうこう、過去の技術の複合をこう、掛け合わせていくことによって違うものを見せていくっていうところなんじゃないですかね。なるほどね。3DS もそうですよね。だって。そうそうそう。だから多分従来の、その、ここまでのゼルダとの、今回のゼルダの多分最大の差ってダンジョンの扱いなんですよ。うん。通常ゼルダっていうのは、それこそ敵もほとんど出てこないようなところを歩いていって、ダンジョンに入りますっていうと、そこからなんかずっと階層を潜っていって。結構ダンジョンがきついですよね。そうそう。ね、今回基本的にそれはないんですよ、うん。あそこまで深いダンジョンっていうのはなくて。で、僕が思ったのはオープンワールドにするじゃないですか、うん。で、オープンワールドにすることで、単にオープンワールドにしただけじゃなくて、オープンワールドであり、同時に、ダンジョンであると、うん。だからオープンワールドって外なんだけど、全部ダンジョンなんですよね、今回のゼルダ。全体がね、うん。そうそうそう。で、そこのところどころのくさびとしてセーブポイントみたいな感じで、ここらが入っていると。で、あと、これ誰が言ってたのかな、誰が言ってたんだけど、その 3D で開発すると、絶対に怪しげな場所ができちゃう。うん、なんか山の上とか、うん、なんかこう谷間とか、なんかここ匂うぞっていうポイントが、どうしてもできてしまうと。それは別に計算じゃなくて、だってここに山作って谷作ったら、なんかここにポコッと穴ができちゃうみたいなことってあるじゃないですか。うん、ありますね。で、匂うところにはとにかく全部何かを配置していると。今回ね。そのため、うん、だそのための 2D テストでもあるわけですよね。あー、なるほどね。そうそうそう。だからみんなに自由にやらせて、うん、似ようと思うところに多分全部バッテンつけてるんですよ、きっと。なるほどね。行動が。そこには全て配置すると。うん。最初どういう行動をするのかってことですよね。そうそうそう。オープンワールドの中にダンジョンを仕込むんじゃなくて、全部ダンジョンにしよう。うんうんうん、っていうのは結構発想の転換かなというふうに思いますけどね。実際今回あれですね、なんでこんなに時間投入するのかなって、離れられないのかなと思ったら、なんだろう、すべての行動に必ず報酬が待ってるんですよね。ほぼ、そうそうそう、もう探索し尽くしたかなと思ったところ、もう一回久しぶりに歩いてみると、まだ探しきっていないコログの実が見つかったり、あれ、こんなところに宝箱まだ隠れてたんだ、いや、こんなところに鉄鉱石隠れてたんだっていうふうに、いくらでも行動をする、きっかけがあると。で、それがあると、前の場所に戻ってきたときに、無駄足を踏んだ気持ちにならないんですよね。
あれはすごく大事だなっていうふうに思いました。これ誰がすごくいい？一番わかりやすいところで言うと、大体ね、5分プレイするとなんかあるんだよね。うん、これね、何だったっけな、うん、どなたでしたっけ、この記事。ファミ、どこだっけな、デンファミで取り上げた記事っていうふうになって、うん、あれだ、タイタイさんの記事ですね、のグラフ、図がすごく秀逸だったんですけれども、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの動機づけと達成感の構造という図があって、一番上のところがこれ、はいはい、あれですね、もし、ゲームをクリアすることだとするならば、その下側に、4つの神獣を倒すみたいな、この大きな中ボスのところがあって、で中ボスを倒しに行くために、そもそも地理感覚を身につけなきゃいけないから、塔に登って地図を手に入れなきゃいけないっていう部分があって、で、その神獣よりも塔の数の方が多いと。で、塔の数よりも祠の数の方が圧倒的に多くて、祠の数よりもコログの実の方が多くてっていうふうに、こう、必ず何分かに一遍報酬系があって、その上にもう一個、5分に1回のものにの上に15分に1回の報酬があってっていうふうにこう積み上げ型になってるっていうこのグラフィックがあって、体験として全部やる必要はないんだけど、まあなんとなく楽しく付き合い切れる時間の中でなんとなくクリアできるように設計されてると。でもこんなの結構ありそうなもんですけども、今回これがすごくゼルダっぽく仕上げてあるってところが本当驚きましたね。でこれゼルダっぽさって何なんでしょうね。うん、ロールプレイングゲームの上でいて全然ロールプレイじゃないんですけどね、これね。主人公成長しませんし、この成長しないってところもゼルダっぽいなっていうところがあるんですけども。うん、なので、だからこそ今、世界最速でクリアする人たちは一体何分でクリアできるのかっていう競争が行われてて、最初の1週間では1時間から57分ぐらいだったのが、今45分台の人も出てきましたね。なかなか熱い。本当に装備なんて集めないまま、裸一貫でラスボスに突っ込んでいくんですけども、操作さえ最初に復活して、こういきなりこう大ボスのところまですっ飛んでって、うん、そこでノーダメージで大ボスを倒すっていうのが、まあ、今、基本になってる。なってますね。でもそのためには、まず、一回降りるためにパラセールっていうのを手に入れなきゃいけないから、一回4つの心は回らなきゃいけない、うん、それを最短ルートで回るってところも含めてやってますよね。うん、あとなんか最初の頃はなんだっけ、表示のタイムラグがちょっと短いので、数秒だけタイムラグが短いので、ドイツ語版でやった方がいいっていうような、あれはスキップできないムービーがドイツ語の吹き替えは一番短いからっていう理由だね。、うん、なるほどね。短いな。なんかあとは何、移植の問題なのか、 Wii U でもともと作ってたゲームだからか、Wii U の方がロードが短いから、というやると、記録が縮められる。縮められると。なんかあとアミーボかなんかでアイテムを使うか使わないかでも、大きいしてますよね。特定のアミーボ、なんか2000円だか2500円だかのやつを買うと、はい、それをビュッて読み込ませると、エボナっていう最速の馬が手に入るから。あれはでも、やめた方がいいんじゃないのかとか言ってる人もいますよね。なんか、今記録出してるやつを見ると、スイッチを使ってるし、日本語だし、エポナは使ってないし、だからこれはまだまだ縮む余地あるよね、みたいな感じだった。ね、本当にタイム出してる人たちのゲームプレイ見てると、本当になんか必死になってやってるんじゃなくて、なんかね、すごいリラックスして毎回やってるんですよね。毎回やってどんどん技を磨いてって、まだまだ縮むって分かってるから、今頃本気出してる場合じゃないんだぞっていう、まだどこで縮めるかっていう、この、結構、まだ様子を見ながらやってますよね、皆さん。最終的には何分ぐらいまで行くんでしょうね。まあ、なんか、この前、それは、RTA ってタイムアタックの動画じゃないんだけど、はい、木を切り倒して、時間を止めて、うん、剣をぐるぐる回転で、回転切りで、こう、勢いを与えて、はい、その木にタオパイパイみたいにビューって乗っかって飛ぶっていう技が。やってましたね。で、それをやると、ハイラル城の麓の壁にピタッてつけるから、そこから、ボスのとこまで行ける。これやるとだいぶ縮まるんじゃないっていう話になって。仮説として。うん。あと、誰だっけな。ちゃんと物理エンジンがしっかりしてるから、オクタの、まあ、風船ですよね。を、イカダにくっつけて、イカダを空に浮かべて、もう、途中で破裂するから、もう、とにかく風船くっつけて、そのままふわ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 っていって、
城の上まで行って、一気にラスボスに行ってしまうっていう、この空飛ぶイカダで行くっていう人もいましたけど、あんまり効率は良くなさそうですけど、いきなりそういうやり方も見つかってますよね。想定内だったんですかね、これね。なんか、ハボックエンジンでイカダが、こう、磁石をスキルで動かせるとかっていうのは、はい、多分気づいてたはずなんで、ね、開発中には。うん。まあ、これで、多分これ、動かしてもええやないとかって、そういう判断になった気がするんだよね、あれ。はあ、そこはゼルダだからね、という感じですかね。もともとの最初のゼルダの伝説も、ファミコンのゼルダですよね。あれも、どれだけ短くできるのかっていうのは、つい近年になってもなんか新しい方法が編み出されてましたよね。山のところどう切り抜けるってバグがあって、その近道が新たに近年でも開発されるっていうのが。時のオカリナっていう任天堂64のゼルダの RTA だと、はい、まあタイムアタックだと、はい、持ち物の、バグ、メモリーリークのバグを利用して、ある特定の持ち物をこことここに入れて、はい、この時に開くと、なんかワープ先がバグって、こう敵のボスのとこになるみたいな、そういうのが解明されてて、それを使うことです。どうなんだ、それって思うけど、でもゲーム自体には改変入れてないわけですからね。うん、だから、any percent っていう、そのタイムアタックのルールだと、なんか何をやってもいいわ、バグを利用してもいいみたいな。いいと。うん、何でもありルールだとそれを使うっていう。素晴らしい。一応競技としてね、ちゃんとそこのバグ使っていいかとか、ちゃんと、ね、アイテムとかイベントを 100% やるかとか、ジャンルが分かれてる。分かれてる。このジャンルが分かれてストイックにみんなやってるってところが、また素晴らしいですよね。そこで言うとなんか、この間、うん、この間はちょっとね、そのゼルダトークを開発したときに、はい、報酬体系があるって話があるじゃないですか。はい。それと多分セットで裏側で同時にあるロジックがもう一個あって。うん。聞こえてます？聞こえてますよ。あ、それもあれなんですよ。諦めさせる設計。逆に聞こえなくなった。お、聞こえてます？ちっちゃくなりましたね。おかしくなった？スーッと。聞こえてますって言ったときが一番聞こえてた。あれ？これ僕の方かな？ちょっと小さくなりましたね、石谷さん。なんかね、急にスッと消え。もしもーし。大丈夫ですか？音量調整中です。音量調整中。お、上がってきた、上がってきた。なんかでも、50メートルぐらい先にいる感じです。なんかそんなまだ50メートルぐらい先で。マイク近づけた方が。ああ、聞こえます。あ、素晴らしい。これ今聞こえます。はいはい。だからこれ、それで言ってたのが、はい。報酬をくれる手はいるんだ。報酬体系がしっかりしてるっていうのとセットで、要はすごく多いじゃないですか。はい。だから、いわゆるコンプを、コンプリートを諦めさせる設計になってるって言うんですよ。なるほどね。そうそう。だから、多分、コンプしてるっぽいんだけども、本当にコンプしてるかどうかが分からなくなってるんですよ。分かる。うん。確かに。で、そうなんですよ。そうすると、コンプリートやめさせるとどうなるかっていうと、要するに、競わなくなるんですよ。うん。なんで、競わないっていうのは、より、やっぱり生活に近づくんですよね。ああ。自分でいいやってことになりますよね。そうそうそう。だから、要は人が競う要因ってすごくいっぱいあるんですけど、一つにはランキングが出ちゃうからっていうの問題があるじゃないですか。だから、それってほら、オンラインゲームが常に抱えてる問題で、家で一人やってる分には良かったんだけど、オンラインゲームになった瞬間に、突然世界中の名人たちと一緒にプレイをしなきゃいけなくなるじゃないですか。うんうん。やる気をなくすんですよ。なるほどね。うん。で、もう一個の要素が、いわゆる、全部で100個っていうことが分かっていると、自分が未だどこまで到達してる、今どこに到達してるかが簡単に分かってしまうので、うん、これも、ある部分に関してはやる気を起こさせるんだけど、ある部分に関してはこんなに苦労してるのにまだ2個しか揃ってない。なので、やる気をなくさせるんですよね。なるほどね。なんかその全体像に関しては、まあ、基本的にこう、似ての手のひらで転がされてはいるんだけども、
その、コンプリートもしないし、報酬も同時に与えてるっていうことが同時進行で行われてるんですよね。はあ。なんか、面白いなっていうか、これは決断したなっていうのが一つあって、なんか、研究所に行くと、図鑑って写真を撮るスキルで。ありますね。武器とか、動物とかのやつを、100ルピー払うと、適当な図鑑を1枚埋めてくれるっていう機能があってて、要は、例えば100種類あるのに99しか埋まってなかったら、100ルピーさえ払えば、探し回る必要がなくなるっていう、救済措置が生まれてて、これ、なんだろうな、やり込み要素的には、ちょっとタブーに近いやり方なの。要は、100枚目のあと1匹の、その動物だけを見つけたいのにっていうのがやり込み要素だったのに、うん、それも金で解決できればええやん、まあ、ゲーム内までね、うん、で解決できればええやんっていう風な救済措置をこう良しとしたのはすごいなんか画期的というのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、あそこはなんかちょっと緩和してきたんだな、やり込み要素っていう、うん、でもね、あれはあれで写真は手に入るんですけど、うん、じゃあ実際そいつどこにいるのってのがわからないので、あ、ひんやりアゲハってどこにいるのさってなったときに、あれをセットして、レーダーに組み込むことができるので、飼育するっていうやつ、ね。飼育して、うん、あ、こんなところにこの動物はいたんだねっていうふうに探しに行く要素もあるのかなって、うん、僕みたいなライトプレイヤーは逆にそうしちゃうのかなという。ただ、1枚あたり100ルピーなので、150種類ぐらいの動物全部埋めるのはかなりきつい。地道に集めた方がよっぽどマシですよね。なんかめっちゃくちゃものすごい、金儲けプレイをすると、クリアするまで10万ルピーぐらいっていうことらしいから、うん、明らかにお金だけの力では全部コンプリートできない。そうですね。うん、かなり辛いですね。食べ物とか、いろんなもの何百種類あんねんっていうぐらいあるから、うんうん。意外に思ったのが、メインのマップ上での敵はそれほどバラエティがないんですよね。うん、ゴブリンとトカゲみたいなやつと、ケテッカイゴブリンね。ゴブリン、リザルフォスとか、うん、そういう、おなじみのやつが、ね、うん、3種類か4種類ぐらいの違いしかないんですよ、ね、それも結局、オープンワールドで全部ダンジョンにしちゃったじゃないですか。はい。ということは、全体が一つのマップなんですよ。うん、ということは、全体のマップの中で、例えば、今目の前のこのゴブリンを倒したら、倒したというフラグが立つじゃないですか。うん、それと同じレベルで、この祠の2歩出た先の左の木を切ったっていうフラグも立てなきゃいけないんですよ。うん、で、それやると死ぬじゃないですか。それをやり続けていると。やり続けると。多分それの上限があるんですよ。これ以上フラグを立てられません。っていうので、どっかでリセットをしなきゃいけないんですよ。うん、それがだから赤き月なんですよ。ああ。うん。赤き月がなかったら、あれだもんね。全部のボゴブリンの全滅させてるプレイ、やりこりプレイとかが発生するの。発生しちゃうから。うん、で、あとそのマップを、そのエンディングまでフラグ立てを全部維持しなきゃいけないんですよ。うん、それってゲーム的には地獄じゃないですか。地獄ですね。うん、だから一旦リセットしちゃう。なるほどね。多分どっかに、そのなんか、そのマップ上で、そのフラグ立てが、なんか例えば50個を超えると、リセットのロジックが走って、それが赤き月として出現するっていうことなんじゃないだろうかっていうことですね。ゲームやってない方のためにご説明すると、プレイしていると時々画面全体がブワーッと赤くなって、ものすごい結構派手な、表現なんですけど、もう世界がね、真っ赤になって、赤き月の時が来ましたってこうゼルダ姫の声がして、モンスターが全部復活しちゃうと。でモンスターが全部復活しちゃうと、もう一回前のところに行って、そいつらを倒して、またアイテムが手に入るから、武器が壊れた武器をもう一回補充することができるっていうこともあるので、まあ結構歓迎してるところもあるんですよね。最初鬱陶しいなと思ったんですけど、結構歓迎してることもあって。ただあれですよね。一旦敵を全部倒して、その倒した場所を探索中に赤き月になってくると、またいきなり敵が周りに全部配置された状態で戻って、大変窮地に陥るってこともたまにありますけれども。うん、あれなんか、プログラム上でもあるんですか？なんか、プログラム上のロジックでもあるんですか？あれは。理屈としては、すべてのステータスを持つことは、そんなに大した容量ではないはずなんで、やろうと思えば、赤き月なしっていうのも。できるはずなんだけど、うん、まあ、ただ、
あんまりこだわらないようにプレイできるっていう意味で赤き付きのシステムは、まあ、なるほど、ありだなっていうのを。なんかね、こういう、リアルっぽくしてあるところと、あくまでゲームっぽくしてあるところのバランスがすごいんですよね。なんか、本当だったらね、モンスター全部倒したら絶滅するはずのところが必ずそこ復活するし、全部装備持ったまま復活しやがるしで、なんかそこら辺はすごくファミコンっぽいところも残してあるんですよね。ベセスタのスカイリムとか、まあ他のフォールアウトとかでもそうだけど、なんかリスポーン問題っていうのがあって、要は動物とか獲物みたいなものが、ある日突然そこに湧くんですよ。リスポーンポイント。うん、そこで待ち伏せしてて、その肉を取るために、パッて目の前に現れたら撃つみたいな、っていうのが、まあ、オープンワールドあるあるの、あるある。ちょっと リアリティをちょっと損ねるような、まあ、ゲーム上のその攻略みたいなものがあるんだけど、それを赤き月っていうことでうまく納得させたなっていう気がするんです、うん、物語の中にね、うんうん、でさっきの順序がなんだろう、このどっかでこうランキングになっちゃうって話、石谷さんがおっしゃってたこの競争みたいになっちゃうっていうのは、これ物語もすごく上手に作ってあって、で神獣をどの順番で倒さなきゃいけないっていうのもないんですよね今回。どれをから倒したとしてもストーリーが守備一貫とするように、でそれからすごく上手に作ってやるのが、今回リンクは100年の眠りについてて記憶を全部失ってるので、一旦その100年前に全部失った記憶をもう一回取り戻していく過程なので、順番がどれであっても構わないんですよね。一旦全て全部体験済みのことなので、それをもう一回彼が取り戻していくんだったら順序はどれでもいい。これも、デザインとしてすごく上手に作って、逆に、今、どの順番で神獣を倒したら自分の物語的に一番満足かなっていうふうにちょっと考えてるんですけど、この、一つ一つの神獣に対して一人のキャラクターの物語がついてくるので、あ、この人の話から入ったのはとても僕は満足がいったので、次はこの人の話が聞きたいっていう、ちょっとこう自分で自分の物語を書くような感じで、チャレンジの順番を考えたりなんかしてます。だからそれが正解じゃない。いや、僕ね、そこまでは正直あんま考えてなくて、うん、結局、まあ、昔から出るのはそうだから、シンプルなんですよ、ストーリーって。要は、王子と姫がいて、悪い奴がいて、そいつをぶっ倒すっていうぐらいしか、もともとストーリーがないんですよね。だから、ゼルダにおいてやっぱ大事なのっていうのは、こう、日々の体験、アクションとしての体験なんですよね。確かに。うん。だから、まあ、ストーリーはもちろんそうやって一応説明することは可能なんだけども、じゃあ、それが今日やってるゼルダの面白さにとってプラスになってるかっていうと、正直あんまりその感じはしない。要は、そのストーリーが何かを邪魔して、面白さをこう損ねているっていう側面においてはプラスだと思うんだけど、そのストーリー性の云々っていうのが、何かすごくゼルダの面白さに、こう、何かいい味を足してくれてるかっていうと、正直あんまりそれは感じてないかなっていう。逆に言った方がいいのか。神獣をどの順番で倒してもいいようにしてあるから、物語が変な形で邪魔しないようにしてあるって言った方がいいかも。そう。その方が多分正解に近いと思うんですよね。この話って、ものすごく遡ると、1970年、80年代に、アドベンチャーゲーム、その次に、まあ、テーブルトーク RPG からロールプレイングゲームっていう概念ができて、ロールプレイングゲームっていうのはアドベンチャーゲームや小説とか一本筋ストーリーをこうパズルを解いてどんどん次のストーリーを読むみたいなアドベンチャーゲームとはまた違ったゲームの戦闘システムとか買い物とか装備とかっていうもので、その直接ストーリーが語られたりすることではない状態から始まったじゃないですか。要はこのダンジョンに潜って悪のワードナーを倒したっていうところに、まあストーリーが語られることってのはないわけですよ。ないですね。ただのお使いなんだよね。だから今までのブレスオブワイルド以前のゼルダはアドベンチャーゲーム要素がものすごくストーリーにたくさんあったんだけど、今回はいわゆる本来の80年代ロールプレイングゲームのシステムに戻してるわけですよ。で、要所要所のイベントシーンみたいなもので断片が語られるけど、すべての断片はそれぞれちょっとずつ独立していて、見ても見なくても、まあ、なんとなく悪いやつを倒す戦士の話なんだなっていうのは伝わるっていう。うん、
今回、開発者の方々のインタビューがたくさん出ていて、もうこれ本当に見るのをお勧めするんですけれども、その中で出てきた、あれで、キャラクターの造形で一番苦労したのはどれですかって、結局ゼルダ姫だっていう。要するに、全然出てこない、うん、最後の最後まで出てきやしないキャラクターが思い出の中でムービーの中で出てくるときに、どうしたらこの人を演出しとくと助けに行きたくなるだろうかっていう、このそこの造形にものすごくこう、見た目も口調だとかも、セリフ回しとかも最後も最後まで調整をしていたっていう話があって、これもあんまりやりすぎるとゼルダっぽいさを消しちゃいますよね。さっき言ってた物語が邪魔するって話になるので、ここら辺、うん、うん、最初に見なくても ね、いけるんですよね、クリアは。そう。それに関しては、それはゼルダの伝統で、そもそも、ほとんどストーリーっていうものを気にせずにゲームをやってる人は、下手するとリンクをゼルダだと思ってるんですよ。そうそうそう。ある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 。で、もう一個が、これはもうゼルダの伝統で、リンクには割と燃えるんですよ、みんな。燃えますね。うん。だけど、ゼルダ品にはいまいち燃えないっていうのは、もうね、ゼルダの伝統なんですよね。伝統ですよね、それ、ね。だから、ゼルダ姫が出てくると、え、こいつは助けんのみたいな。基本、今まではね、ゼルダの伝説シリーズで、ゼルダ姫出てくるのは最後だけだからね。最初と最後だと。今回はそういうところでもちょっと変えてきてるのかもしれないですね。うん、回想シーンがあるのって、確かにゼルダらしくない感じがする。うん、時のオカリナも、最初の正直に出てたのは、さらわれるじゃないですか、ガノンに。うん。チラッと見えるだけで。で、それを見たときに、そのデルダ姫にいまいち燃えないので、やる気が出ないっていう発言はよく、ことがあります。ですよね。そういう意味でも、今回の動機づけのほとんどは、あれだ、オープンワールドから動機づけが行われてるわけですよね。あそこには何があるんだろうとか。オープンワールドなんですよ。うん、オープンワールド側にあるんですよね。そういう意味でも、なんだろう。今回、すべての場所登れるようにしたっていうのが、海外でも結構これ、そうですね。だから、オープンワールドゲームの設計としては、登れる、要は、ここから先はいけませんよっていう制限を異常なほど減らしたっていうのは、ちょっと、まあ、信じられないというか、うんうん、すげえめんどくさいだろうな、これはっていう。これから始める人たちのために、どれだけ恐ろしいことをやってるかを説明しておくと、ゲームを始めて、まあ、京都市と同じぐらい、歩いて、ね、端っこまで、端っこまで行ったら、京都市と同じぐらいの大きさのフィールドに、を、山がそこら中にあるわけですけど、全部の山登れると。本当にどこからでも登れる。ただ、頑張りゲージっていうのがあるので、登れる限界があるので、山を登るときにも、あそこを足がかりにして、次ここに行って、ここまで行ったら、登頂上まで行けるかもしれないという、こう計算をユーザーが、プレイヤーが何もしなくてもそういう計算をし始めるようになって、地形を、じゃあどうやって登るとか、どうやって行くっていうふうに、あるいは道があったとしても、どうやったらこれ、近道して、山から山に飛んでって、近道できるかなって、そういう、地形を、最大限、ハックするような発想を最初からさせるんですよね。あれはね、ほんとびっくりした。どっからでも飛べるじゃない、この人っていうふうに。で、なおかつ、頑張りゲージが、3周分まで貯められてか、強くできて、はい、その上で薬を使えば、そうそうそう理屈上、ほぼ無限ぐらいに頑張りゲージが使える。できますね、持ち物の薬の量では有限だから、うん、まあ限界はあるんだけど、それでもちょっと、ゲームのレベル設計としては、ここから先に絶対行かせたくないっていう壁を作りたいんですけど、どうするんでしょうかって言ったら、いや、それはもう無理だから、例外の壁、遺跡の壁みたいな、なんかそういう例外の壁を使うしかないんだけど、うんうん、それがほとんど出てこない。出てこないですね。うん。だから、優先して頑張りゲージ、今2周目ぐらいまでやったら、もう本当ね、それを、そのゲージを貯めると今度、今までちょっとめんどくさかった地形も、こんなのジャンプしながら登ればいいじゃんっていうふうに、以前よりも楽になるんですよね。こう、なので、同じところをまた歩くのが楽になってるので、また同じところに戻るきっかけが出てくる。あんなめんどくさいところもう一回歩きたくないよっていう気持ちが少し減るっていうのも、デザインとしてはすごい上手にやってるなっていうのは思いました。なんか従来のオープンワールド、オープンワールドって一つの確かに発明だったんだけど、発明であったがゆえに、さっきの言ってた、この山は登れませんみたいな制約を実は使
つけておいて、なおかつ、お使いゲームになりやすい。なりやすいですね。っていうところに対しての、割とカウンターはしっかりちゃんと入ってて、うん、で、あと割と、その、いわゆるヘビー、ゲーマーぐらいの皆さんがよく言ってるのが、今、プレステ4で、ほぼ同じぐらいのタイミングでリリースした、あの、ホリゾンゼロダウンっていう、はい、ホライゾン、ね、ゲームがあって、うん、ホライゾンがあって、で、これが、多分、偶然にもほぼ同じになっている。ですよね。だからその、うん、だからオープンワールド側から、そのオープンワールドの可能性を、その、探求してきたチームと、これまでのオープンワールドには問題があるだろうっていうのでやってきたチームが結果的に同じような場所に立っているっていうのはすごく歴史の偶然を感じますよね。デザインも含めてホライゾンってだからね、野原の中にあの古代のメカがいてそれを狩るみたいなデザインが全てデザインと同じ。で、主人公だけがなんか特殊デバイス持ってて、とかも含めて、全部同じなんですよね。これ確かブラージか何かでも評論出てたんですけど、うん、ゼルダとあのホライズンが同時に出てきたことの意味を我々はちょっと考えなきゃいけないと。ひょっとするとこれが、これからのビッグタイトルの分かれ目で、どっちがいいっていう話ではなくて、作り方が違うものがこうやって出会って、次どこに行くのかっていうのがここで見えてるのかもしれないっていう表現をしてて。ああ、本当にすごいな。で、あれ確かあれですよね。ホライズンってあの、SE じゃないのか、今は。要は、あのプレイステーション4のほぼ、ね、純正に近いスタジオですよね、うん、作ってるのはね。そうですね。うん、サードあんまりサードパーティー側のチームではないところがまた作ってるっていうのがまた非常に面白いっていう。それでね、この、あの、オープンワールドみたいな大掛かりなゲームをですね、スイッチで出しちゃうってわけですよね。もともと Wii U のために開発してたとはいえ、スイッチで出しちゃうというところの、うん、このハードとゲームの関わりというところは今回、なんだろう、スイッチで出てすごい幸せだったなという気はするんですけれども。いや、それに関してはね、ちょっと微妙なところがあって、はい、僕は今、若干今後悔し始めてることがあって、このゼルダは多分 Wii U でやった方が幸せだったんじゃないかなっていうのは若干あって、それはこの間のスプラトゥーンのお試しで分かった、はっきり分かったんですけど、やっぱね、手元のコントローラーにマップが出るっていうのはね、すごい便利なんですよ。ああ。なるほどね、うん。で、これね、多分ね、あれだ、ゼンジさんとドリキンも話してたはずなんだけど、うん、そのスイッチが出てきて、スイッチの良さはあるんですよ。確実にあるんだけど、あるんだけど、その、対策ゲームになればなるほど、その、マップと俺っていう対比って必ず出てくるんですよ。マップと俺。マップ、全体マップがここで、うん、俺は今ここにいる。で、あと、その、スプラトゥーンの対戦だったら、対戦中ってマップを止められないじゃないですか。止められないですね。だから、全体マップを見てるっていうのが同時にプレイ画面として見れるっていう良さが絶対にあるんですよ。うん、まあ、俗な言い方で言うと、あの、運転手のから見える視線とカーナビの地図っていう。そう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 。概念ですね。そうそう。それが同時にやるって、基本的にやっぱ正しいんですよ。っていうのが、もうみんな Wii U っていうのは失敗作だっていう認識のもとでスイッチ出てきてスイッチ良かったって、そのゲームをやってみた結果、あ、ひょっとしたら Wii U って名作だったんじゃないのってわけのわかんないことに今なってるっていう。不幸な流れ。いや、だからまあまあ、この次が多分あるんだと思いますよ。なるほどね。うん。みんなだって駅からね、宴会の場所に行くのに Google マップは必ずスマホで見る。そう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 。見ますね。そうか。そういう意味では、セカンドディスプレイがあるかないかってことか。しかもそれが、俯瞰というか、上から見た感じで、自分がどこにいるかを分かりやすく見せてくれるっていうのは慣れちゃってるわけで、ね。そうそうそう。なるほどね。だからまあ、ひょっとしたらね、その、例えば画面をもっと大きくするとか、もっと横長にするとかね、うん、なんかもうちょっと縦にするとか、画面の設計によってか、画面としては、一画面なんだけど、あたかもセカンドディスプレイがあるように見せられるような発展をするとか、うん、まあ、もしくはテレビにつないだときだけ、ドックじゃなくて、手元のスイッチがセカンドスクリーンに変身するみたいなドックが出るとかね。うん、なんかそういう発展の可能性は、まあ、ひょっとしたらありえんのかなっていう。ありますね。はいはいはい。なんだろう。で、本当、今回なんでこれ特集してるのかっていうのも、僕もう多分100時間ぐらい投入してて、普段こんなにものに時間投入することあんまりないので、
なんだろうな、これ。これ、面白いんだけど、なんで、ここまで。非常につまんない答えを一つ言ってしまうと、うんうん、世界最高のものを味わってるからですよ。大常さんがいつも言ってることですよね。はいはいはい。うん、そうなんですよ。やっぱ世界最高レベルのものを味わってしまうと人間はバカになるっていう。うん。うん、それはね、ある。うん。そう。で、その世界最高の、例えばディナーを味わおうと思ったら結構な苦労しなきゃいけないわけじゃないですか。うん、で世界最高の映画を味わったとしても、所詮2時間程度で終わってしまうわけですよ。うん、っていうので言うと、非常にコストパフォーマンスの安い世界最高を味わっているというのはありますよね。確かにね。うん、あれですよ、ね、60分の1秒のタイミングで、人間がどういう操作をしたら快適なのかっていうのを、何億円、何十億円っていうお金をかけて開発してるのは、今のところゲームが、特に任天堂系のゲームは最高峰になってるわけですね。しかも人間の報酬系に対するフィードバックでいうと一番短いですよね。はい、これが。どうしてもウェブとかアプリとか、いろんな環境がばらけるところだと、60分の1秒ずれててもしょうがねえや。っていうのでちょっと曖昧な作り方になるところがあるんだけど、まあ、ゲーム機とか、ゲーミングノートパソコンとかそういう世界になると60分の1秒遅れたらもう気持ち悪いからやっていう人を相手にするわけだ、うん、ここでスラッシュできるかできないかって、ね、全然話の違う議論をしてたときに、なぜか映画監督ってなんか一段上のポジションに置かれがちじゃないですか。はい、なんかいろんな、まあ、職業の中で、例えば映像作家とかね、それこそ作家とか、なんかわかんないけど、いろんな職種がある中で、なぜか映画監督って結構上位に置かれるんですよ。ほう。まあ、それこそアカデミー賞みたいな賞レースがあるっていうのもあるけど、割と映画監督って上位に置かれるんですよ。うん、で、それはなんでかっていうと、仮に2時間とか3時間、その人の時間を完全に奪うわけですよね。あー。うん、でそれだけのクリエイティブを持っているっていうことが、要するに評尊敬に値するっていうのとセットになってるっていうことを考えると、ゲーム作家っていうのはもう一段階上の評価を受けてもいいはずなんですよね。なるほどね、うん。物語もあるし、カメラワークもあるし、それどころか、我々の側のインプットに対する気持ちのいいフィードバックを作ってるわけですからね。手を動かしてるわけだから、こちらが。うん、あたかも、自分がすごいかのように、錯覚しますからね。気持ちよいゲームプレイしてるときには、ね。だからそれがゼルタなんですよ。うん、要するに回答法、この回答を思いついた瞬間に、俺は天才だって一瞬だけ思うんですよ。つまらないパズルなんだけれども、気がついたときには気持ちがいいんですよね。多分今回で言うと、もうみんな、もちろんみんなが気づいてることなんだけど、この目の前の敵、槍で倒すよりも、隣の山から爆弾落とした方がいいんじゃねっていうのに気づいた瞬間に、俺天才だなと思うわけじゃないですか。思いますね。あと、その手の敵がいた場合に、今までよりも効率のいい倒し方っていうのを、必ず何回かやってるうちに編み出していくんですよね。最初からこれどこまで想定に入れていたのかっていうのが本当に分かりにくいんですけど、一旦こういう仕組み作っちゃうと、まああとは物理系の掛け算でできるんでしょうね。そうですね。まあでもまあ本当バランスの塊ですよね、本当に。よくまあここまでやったなと。はい、さっきの頑張りゲージで言うと、ほら、はい、さっき堀さんは山登りの話をしたけど、実は頑張るベッジってダッシュにも効くじゃないですか。そうですね。はい、だからなんか目の前にめんどくさそうな敵が来たら、いいや、ダッシュで逃げちゃえっていうのが、やっぱゲージが増えることによって、それも可能になってる、うん。ちなみにこれ、もう多分1ヶ月経って、クリアした人もちらほら出てきてはいるんですけれども、でも、割とクリアしたくないっていうふうにずっとやってる人も大勢いるんですよね。これも、日常プレイとか、探索だけに時間かけられるとか、多分一通りじゃない、それどころか報酬、得られる報酬のベクトルがありとあらゆるところにあるので、つまんなくなるなってやめる要素が出てくるよりも早く次の楽しみが出てくるっていうのがありますよね。プレイしてても今日はちょっと先に進めてみようかなっていう人、いや今日は当てもなく地図を埋めることもなくこう散歩しようっていう日もあって、こういう違いがなんか出てくるのは面白かったりします。皆さんはちなみに
あれ、大常さんはもうどのぐらい進んだっていうか。僕はそんなには進めてなくて、かといってストーリーをだけを効率プレイでやってるわけでもなく、うん、もうどうやってまともな手段じゃなくて新しい地図を開けようかとか、うん、どうやってタワーに登ろうかっていう、その裏技ばっかりをやってるみたいな、うん、今のところなんか見つけた面白いのありました？なんか、なんか、まあこれはゲーム制作者の想定通りなんだろうけど、超巨大な敵は鉄板の磁石で動かして首チョップでやれっていうように置いてあるんだろうなこれはっていうのを見つけて、それを山の上からどんどん下に落としてってっていうのをやって、ああ達成感ができたっていう遊び方する。確かにね、何の脈絡もなくマップを歩いてると巨大な竜が出てくるところあるじゃないですか、うん、あれも誰か説明してくださいよってか思うわけですけど、あれの上に乗れないかなって僕ね、2日か3日くらいやってて。あ、それはね、なんだろうな、ミスバスターじゃないけど、はい、ゲーム上の都市伝説を検証する動画にも取り上げられてて、おう、みんなが必死に、ピューって飛んでって、はい、いろんな火のドラゴンとか、はい、氷のドラゴンとか乗っかって、はい、うん、すごく頑張るんだけど、やっぱり乗れませんでしたっていう検証結果が出てた。やっぱりね。みんなそうするんだなって。これはね、薬がないとダメなのかなとか、こういう角度かな。いや、ちょっとやっぱね、この速度がダメでしょ。このタイミングで乗れば乗れるはずだとか、いろいろ頑張ったんですけど、うん、結局乗れなくて、うん、乗ることは想定に入れてないんだろうなと。いや、一応ね、乗ると判定があって、でもなんかダメージ食らうから、ゴロンゴロン転がっていって、しまいに落とされるみたいな。いや、そうなんですよ。ああ、なるほど。じゃあ乗っかることは可能。乗っかることまではできる。だから、ちゃんと安定できないんですよね。うん、いやー。はい、僕は最近祠を見つけては見つけるだけで放置するっていう。ああ、それなんかドリキンが昨日ぐらいから始めたんだけど、望遠鏡で祠を見つけたんだけど、はい、なんか難しいし追っかないから祠には行かないとかって言い出して、えって。とりあえずワープポイントとしては行きなよみたいな突っ込みをする。そうですよね。いや、僕はだから行ってるんですよ。だからワープポイントとして、うん、行っているだけであって。はい、祠の攻略を割と後回しに今していて、うん、で理由はあれで、要は僕も実はできるだけ最短距離で塔に今向かってるんですよ、はい、でとりあえず一旦地図を埋めたいという、うん、方向で僕は動いてます。そうすると、祠がない と、地図の移動が死ぬほど大変なの で、 ですね、うん、はいはい、であと馬小屋はそうするとあと大事なので、馬小屋のそばには大抵馬小屋にワープする用の祠がちゃんと設置されている。拠点には必ず祠がある。そう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 。なので、そこを押さえたら次の塔へ、みたいな。まだ今。で、あと、だから塔はあと一つか二つで終わると思うんだけど。地図広げに喜びを感じてる。そうそうそう。その方向に今それを言っていて、明らかに放置してる祠もまあある。結構出てきて、まあ、多分今10個ぐらい放置してるのかな。これが面白くて、僕は逆に、地図がないところを歩くのが大好きで、地図がない。黒い状態で。そう、黒い状態で、あそこまで行きたいんだけど、行ってみたら、ここ谷があるんだ、これダメじゃんっていうことで、じゃあこっちから回ったら、あ、これ敵強すぎるっていう、ここの、地図がないのに歩き回るっていうのがすごく好きで、アッパレ地方って北の方にある地方に行かなきゃいけないってフラグが立った時に、どうやって回ればいいのかなっていうのが分かんないので、とりあえず一番東側の海岸線回ってみたらどうだろうっていうことで、もう断崖絶壁なんですけど、うまくアイテムとか使うと、なんとか行けちゃうんですよね。で、後で、行けた後で、あ、これで良かったのかなと思って、後で見たら、ちゃんと道繋がってるじゃないかと。まあ、まで行けばちゃんと行けるじゃないかと。行けっていう、想定されてるな、はい。全く違う方向から行った時には結構喜びを感じるっていう。僕はだから、あっかれに行く時にあまりにも黒地図が長すぎて、はい、それで、そこから実は急に、塔ハンターに、くら返しました。なるほどね。はい。はい、という感じで、もうみんなやることが全然違うということで。ちなみに僕、いまだに心中ゼロです。心中ゼロ。今日心中2体目行きました。しばらくいいやと思う。もうしばらくはいいや。もうちょっと料理してます。料理が面倒なんですよね。料理が面倒。あと、溜め込めないし、あんまり。そう。うん、なんとなく、まだあと1、2ヶ月はこれやってるんじゃないかなっていう気がしてならないんですけれども。やってるでしょうね。うん、まあ、
結局、ちょっと今始めてる話としては、これ終わってしまったらスイッチに他にやるゲームがないっていう人が、ちらほらもう出始めてるので、まあ、任天堂としては多分これからスプラトゥーンを入れてくるのと、まあ、何まあ、マリオが出ますから、マリオカートが出る。あと、マリオカート。マリオカート8デラックス。マリオカート8デラックス。でもあれ、もう、すでに、まあ、Wii U にあったやつの。Wii U でやってる人もいますよね。焼き直しっちゃ焼き直しなんだけど、うん、でも Wii U でやってない人もいるから。確かに。はいはい。で、まあ、実際ね、街の量販店とか、ツタヤとかに行ってもね、まあ、ほぼ全てスイッチ売り切れなので、うん、今日も近所のツタヤで、ああ、やっぱり売り切れなんだ、つったら、はあ、買えなかったんですか、つって、あ、すいません、僕は持ってますって。はい、やりとりがあるぐらいでした。確かにね。はい。はい、ということで、珍しく私も。持ってない持ってんのになんであんた売り場来てんのっていう考えがされましたもんね。まあ、そうでしょうね。はい。はい。ということで、大常さんから、情報もいただいたので、プロコンも手に入れましたが、素晴らしいですね。完全にテレビの前でやるように変わりました、これのおかげで。もうプロコンなんかいらねえやって思ってた、あの時の3月2日ぐらいの俺は何だったんだって。何だったんだ、本当に。いや、ただ僕、ちょっと Facebook に書いたんですけど、確かにプロコンいいんですよ。はい。プロコンいいんだけど、テレビでプロコン的なものを持ってプレイするっていうのをやってみると、うん、ああ、やっぱり Nintendo 64のコントローラーと時のオカリナの組み合わせは最高だったなっていうところを、ね、のフィードバックが僕の中にあるんですよね。うん、あの時ほどやっぱり良くはないっていう。うん。そうなんですよ。面白いな。あとほら、結構長く、今のコントローラーでやってしまったがゆえに、ダメなものに体が慣らされてるっていうのも若干あって、ちょっとね、そのスイッチコストが意外とあるな。プラスとマイナスボタンを押すと、そうそう、迷っちゃう。そうそう迷って、ね、またスクショ取ったみたいな。そうそうそう、そう。で、なんか、わ、やばい、武器持ち替えなきゃっていう時に、ホームボタンになるっていうね。なる。そうそう。あそこはね、ちょっとね、うん、ちょっとっていう感じがありますけどね。まあまあまあ、でも基本的にはやっぱすごい使いやすいですけどね。ということで、これからあれですね。もうちょっとこれ、本当は野外で使ったり、パーティーゲームみたいにやったりするような要素もあるわけなので、こういったところも、これからスイッチどうやって攻めてくるのかなっていうところをちょっと注目したいなと思います。なんだろうね。これ新しい遊びができるのは本当に面白いですね。大常さんがいつも言ってることを本当に身に染みて感じます。なんか本当に、世界最高のインタラクティブなものを作ってるんだから、まずはやらなきゃダメっていうのは、本当、今回に関しては。しかも、なんか子供の小遣いみたいな金額で体験できる。世界最高の UI なんだから。大谷さんを消しちゃった。あ、大丈夫だ。ねえ。はい。ということで、1時間ゼルダでしたけれども、まだお買い上げになってない方は、あれです。時々 Amazon に出てきてることもありますので、スイッチは。逃さないようにぜひ、時々監視していただければなと思います。なかなか、最近、だいたい出てきてから30分以内に消えるみたいな感じになっていますので、はい。でも、世界的にもなんか生産量を倍に増やすっていうふうなことになってるらしいので、世界的な反応とかもこれからちょっと見ていきたいなと思います。はい。ということで、今週これまでにしたいと思います。今回のゲストは、レッドウォッチャーの大常さんと、ブログ見たいもの石谷さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。それは一体、今どちらですか？馬です。馬宿。馬宿。馬宿。忍者の姿最高です。虫捕まえ放題ってやつ。虫捕まえ放題。大体みんな忍び装備に落ち着いてた。落ち着くんですよ。最初あの格好はどうかなと思ったんですけどね、便利さには負けるってやつでして。すげえ遠いところから虫が捕まえられるので、これがきっとベストなんですよ。パッター集めに忍び装備が最適な。そうそうそう。1、2ヶ月後ぐらいにもう一回これをみんなのハイラル生活がどうなってるかちょっと聞いてみたいなと思います。ということで今週はこれまでにしたいと思います。ライフハックライブショー毎週日曜日夜10時からこんな形でやっております。ライフハックライブが、YouTube などに上がったりしますので、そちらの方でもぜひご覧ください。ということで今週はこれまでにしたいと思います。ありがとうございました。ハイラルに戻ります。どうも。